はい、では四角4番に行きましょう。四角4番は立体図形になっています。ABC を底面とする、まあ、三角柱があるわけですよね。で、この問題はどういうふうになっているかというと、右の図、まあ、この図ですね、 ABCDEF を頂点とした3つの側面がそれぞれ長方形である三角柱、全部長方形らしいですね。 ADFC っていう向こう側にある図形も含めて側面は全部長方形なんです。ということは EF と BC は同じ長さだし、 DE の長さと AB の長さも同じ長さだし、もちろん AB、BE、CF も全てが同じ長さだったことが言えるわけですよね。で、EF が4、あ、待てよ、AD5 センチ、DE6 センチ、EF4 センチで、ABC が90度。ABC が90度ってことは、ここも90度。はい。で、辺 AB 上に、辺 AB 上に、2つの線分 DP と PC の長さの和が最小となるパターンですね。和が最小となるパターンはもう瞬殺ですよね。これはもう絶対頭に入れておかないといけない括弧を使います。これは括弧2番ですね。で、次が、また点 Q は線分 AE と DP の交点である。で、この時次の問いに答えなさい。括弧 1AC の長さを求めなさい。 AC の長さを求めなさいと言われたら、さっき言った通り側面が長方形なので ABまあ、AB は6センチ、 BC が4センチなので、直角三角形の斜辺はどう出すか。これはもう瞬殺、三平方の定理。これは絶対落としちゃいけない問題です。では行きましょう。斜辺は、AC の2乗は6の2乗と4の2乗、つまり36と16の52、つまり AC はルート52ですね。これは52は4で割り切れますね。4で割り切れることに注意して、ここまで持っていきましょうか。ここまで持っていったら、まあ、正解ですね。で、長さをと求められているので、まあ、単位はセンチ、全部センチ、ちょっとで省いてるけどね、単位は全部センチなので、センチまでつけてあげたらなお OK って感じですね。で、まずカッコ2番です。カッコ1番はこれはもう絶対落としちゃいけない問題。カッコ2番は PB の長さを求めなさい。求めたいのは PB の長さなので、ここの長さなので三角形の相似を使いましょう。この三角形とこの三角形の相似は4対9です。なので PB と DE も4対9なはずです。ということは PB の長さは6センチの9分の4になっているはずです。もちろんここは約分しましょう。3分の8センチ、終了です。さあ、カッコ3番、 AQ と QE の長さ、 AQ と QE の長さの比、 AQ と QE を求めなさい。最も簡単な整数比でってことになってるわけですけども、今 PB を求めさせたのが完全に布石になってますよね。カッコ3番では、AQ 対QE を求めたいんだけれど、これはこのパターンですよね。はい、このパターンです。で、このパターンはここが A 対 B ならば、ここも A 対 B ですし、ここも A 対 B になっているっていう話でした。なので今回は PB を求めさせたのは PA の長さを求めやすくさせるための話でした。そしてどう絡んでくるかというと、 AQ、 ここが今 APQDE となっている話なので、 AQ 対 QE は AP 対 DE に等しくなります。 AP 対 DE に等しくなる。そして AP の長さは、AB マイナスの、ごめん、ちょっと見にくくなった、見にくくなりましたが、ここで切りましょうかね、図はね。で、AB、AP の長さは AB から BP、PB かな、PB を抜いた長さです。これと D の長さを比較します。AB、AB は6センチ、PB は3分の8センチ、D の長さは6センチ、なので
3分の8を引いたら、サブ6、18だから3分の10ですね。こっちは3分の18なので、10対18、さらに約分して5対9まで持っていけば正解です。OK でしょうか。はい。これはもうカッコ2番で PB を求めさせたことがダイレクトにここで利用できるような形になっています。なので完全に1、2、3とかなり誘導になっているみたいですね。さあ、ラストです。カッコ4番に行きましょう。カッコ4番です。カッコ4番は四角形 ADFC を底面とする。ADFC は向こう側にある長方形の形ですよね。こいつを底面にしたい。で、底面にしたくて四角形 9、ADFC の体積を求めなさい。9が四角錐の高さになってるわけですよね。なので、9から ADFC に垂線を下ろすわけです。お、こんな感じか。で、こういう問題っていうのは本当にあれですよね。立体になっているので、頭の中でこの平面に書いてある立体の図をこう回転させたりとかして、球から下ろした水線がどのあたりに来てどういう高さで求めたらいいのかっていうのが分かるかどうか。で、これも本当に毎回毎回入試問題には出ているパターンですよね。で、頭の中ではなんとなくしっくりこないけどもこれが高さになるんだみたいな、そういう空間図形への苦手意識克服をやってきた子にとってはこれは取れる問題でした。で、この場合球の高さを求めるためにはもう一工夫必要です。それはどういう工夫だったかというと、球を通り AD もしくは BE に平行な直線を考えるんですよね。はい、こいつとこいつとこいつは平行です。球を通って AD もしくは BE に平行な直線を考えました。そして球のこの点を Q' としましょう。 Q' としまして、ここからどうするかというと、 ADFC に垂線を下ろしたいので、実は Q' から AC に下ろした垂線こそがこいつと同じ長さなんです。ここに気づけるかどうかですよね。これ結構難しいんです。 Q を通る直線上の Q' から AC に下ろした垂線が今回求めたい QADFC の高さと等しい長さになっている直線だってことです。これをまず分かると、もうカッコ3番で AQ 対 QE を求めさせた理由も明らかでしょう。分かりますか？この AQ' のこの長さ、 AQ' からここの長さね、なんて置こうか、 APQR と言いましょうか。この Q'R の長さが高さになるんだけども、 Q'R はどう求めるかっていう話なんですよ。こういう感じになっていて、で、この Q' から垂線を下ろしている点が R、 ここ Q' を同じく B から AC に下ろした垂線を考えますですね。 QPQRS にしましょうか。そうすると BS の長さと Q'R の長さはどうなっているかという話です。で、これは実はちょっと難しいけど、カッコ3番と絡めるとどういう風になっているんでしょうか。はい、こういう風になっていますね。ちょっと見にくいかもしれないけれど、要は今 AQ 対 QE を求めたんだけれど、この点線すべて平行です。この直線はすべて平行になっています。そして平行になっているということは、三角形のこの曲がった辺の比はすべて移行されるわけですよね。これ平行線の定義ですよね。こういう風になってて、平行な三直線に対して任意の直線を引いたときに、これ対これが A 対 B だったら、これとこれも A 対 B になるよっていう定理がありました。で、これを使ってるわけですよね。これをこんな感じで使ってます。で、そうすると D と A を通る直線上に A があり、 Q を通るこの ADA とかに平行な点線は Q' と R を通り、 E から下ろしたその点線は B と S を通ってくれてるわけです。そして今こことここが求まったんですよね。カッコ3番で AQ 対 QE が5対9と求まったわけです。ここ対ここが5対9と求まったので、そのまま辺の比はここに持ち越されます。
わかりますかね。ちょっと難しいですかね。ここですね。はい、なので括弧3番は実は括弧4番のもうまんま布石になっていたわけです。で、そうするとこれを使うとね、ちょっとここ面ね消しますね。まず Q'R を求めたい。で、Q'R を求めるためには BS が欲しい。で、BS の長さを求めるためには、ABC の面積が欲しい。そしてここでさらに AC を使うわけですよね。まず AB かけるの BC で、三角形 ABC の面積、面積を S とすると、 S イコール2分の1 ABBC なので AB かける AB は、6センチですよね。で、BC が4センチです。なのでパンパンと12と12平方センチメートルの面積でした。そして同じように今度は ABC を BS を高さ、AC を底辺とみなして BS を求めましょうと。そうすると、BS かけるの AC かけるの2分の1が12になっているはずなので、AC に括弧1の答え2ルート13を加えて、入れて、ね、代入してこれを求めると、ここで切れるルート13を移行する、 BS イコールルート13分の12なので13分の12ルート13というのが求まります。さあ、ちょっと書くスペースなかったのでこっちを消してこっちに書きましょう。そうすると今この三角形に着目しましょうか。この三角形に着目すると、ここ対ここは5対9、そしてここの長さが今13分の12ルート13と出た。三角形の比は14対5ですよね。わかりますか。今三角形は横になって立っていますけども、ここ対ここは、まあ、5対5足す9の14になってるはずなんですよね。そうするとどういうふうにしたら、Q'R が求まるかというと、 Q'R は13分の12ルート13かけるの14分の5の長さなわけです。14分の5の長さなので、ここで約分して7分の5、そして 7×13 は91、上は5630のルート13ということになるわけです。なんか気持ち悪い数字になってきましたね。なんか嫌ですね、このままいくとね。さあ、高さが出ました。で、 Q'R の高さが、長さが91分の30ルート13になったので、あとは ADFC の底面にかけて三角錐なので3分の1しましょう。求める体積 V とする、 V イコール底辺は AD かけるの DF もしくは AC だから、5かけるの、2ルート13かける高さ91分の30ルート13ですね、かけるの3分の1なわけです。これで体積が求まるはずです。そうすると今3と30で約分できた。で、13と13で13になりますね。ルート13がルート13で13になります。そして13と91はここで考えていたように 7×13 で91が出てきたわけだから、13と91を約分したら7が出てくるはずです。で、あとは、10と2と5が残ったので、じゃあ分母は7だけ、分子は 5×2×10、100ですね。というところでここで7分の100立方センチメートルっていうふうに出るわけです。今回の問題は括弧4番だけがちょっと不安をそそる問題ですが、括弧3番までは取れてほしい問題でしたね。これはしっかり復習しておいてください。